若い頃はイケメンでモテていた栗山英樹さんは侍ジャパンの監督を務める元プロ野球選手で、現役時代はヤクルトスワローズで活躍されていました。栗山監督は2023年3月現在で61歳で、優しい雰囲気で良い旦那さんというイメージですが、実は結婚歴がなく独身です。今回は栗山英樹さんの結婚や独身に関するエピソードについてまとめてみました。北海道日本ハムファイターズの監督や日本代表監督として数多くの選手を育成してきた栗山英樹さん、ご自身の子供も立派に育てているのかなと思っていましたが、現在まで結婚歴はありません。栗山英樹さんは輝かしい経歴の持ち主で、栗山英樹さんのプロフィールについては、本名栗山英樹、生年月日1961年4月26日、出身東京都小平市、経歴元プロ野球選手、監督、野球解説者、東京学芸大学講師。栗山英樹さんは過去に独身である理由をファンから尋ねられることもありました。日本ハム監督時代の練習終了後にファン会見を行った際に、お嫁さんはもらわないんですか？という質問に対して、僕のプライベートは秘密です。それどころじゃないです。選手を預かっている人間として、その間は考えていませんと、野球に集中しているから独身であると考えられますが、それ以外に理由があるのではないでしょうか。それでは栗山英樹さんが現在も独身を貫く理由について見ていきましょう。結婚しない理由の一つには、若い時に病気を患ったことがあるのかもしれません。栗山英樹さんはプロ2年目の1985年からメニエール病に悩まされるようになりました。若くて独身生活を謳歌していた栗山英樹さんは、メニエール病は耳鳴りや難聴になる病気で、栗山英樹さんはめまいや立ちくらみを訴えるようになります。もしこの頃結婚を考えていた女性がいたとしても、結婚より病気の治療に専念したいと考えていたのかもしれません。結婚しない理由の二つ目には、既存の価値観にとらわれていなかったのかもしれません。栗山英樹さんは大谷翔平選手を二刀流プレーヤーに育てたり、選手を下の名前で呼んだり、従来とは異なるアプローチで野球監督をされています。そのため結婚しないといけないという既存の価値観に縛られず、独身生活を謳歌してきたのかもしれません。さらに栗山英樹さんが独身である理由の一つに、現在のイチローさんの妻の福島由美子さんとの関係があると思います。福島由美子さんについてですが、生年月日1965年12月10日、出身島根県松江市、経歴元 TBS アナウンサー。栗山英樹さんは現役引退後は野球解説者をされていました。そこで出会った当時 TBS アナウンサーの福島由美子さんと、栗山英樹さんは1994年頃交際していて、結婚直前まで行ったそうです。交際はかなり真剣であり、栗山英樹さんは福島の両親に挨拶に出向き、由美子さんを幸せにします、結婚させてくださいと挨拶も済ましていたといいます。しかし結婚直前に栗山英樹さんから婚約破談の申し入れをして、結婚せずに別れてしまいました。噂では当時プレイボーイだった栗山英樹さんが元テニスプレイヤーの伊達公子さんと浮気して、一方的に福島由美子さんに別れを告げたと言われています。福島由美子さんに対して栗山英樹さんは 99% は福島さんのことを考えているが、残り 1% は伊達さんを考えていると言い放ったといいます。栗山英樹さんと交際していた伊達公子さんのプロフィールは、本名伊達公子、生年月日1970年9月28日、出身京都府京都市、経歴元プロテニス選手。栗山英樹さんが結婚まで考えたと報道されたのは福島由美子さんだけです。結婚する直前でおじきづいたものの、
やはり福島由美子さんと結婚すればよかったと後悔して、独身を貫いているのかもしれません。栗山英樹さんと別れた後、福島由美子さんは辛い日々を送っていたそうです。その時に福島由美子さんが出会ったのが、イチロー選手です。1999年にイチロー選手と結婚した福島由美子さんは、完全に栗山英樹さんを吹っ切ったのではないでしょうか。栗山英樹さんは、イチローさんの妻と結婚直前で破局してから、結婚歴もなく、現在まで独身を貫いてきました。結婚をするより、野球のことを考える人生を選択されたようで、野球と結婚しているのかもしれませんね。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。コメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、チャンネル登録をお願いします。